んでしょ。リッチです。はい、ということでね、後ろ見てください。今回僕はね、静岡県にある伊東市にやってきました。伊東市といえばね、グランブルの聖地になった場所です。今回も聖地巡礼と並行してね、ダイビングもねしていこうと思うんで、ね、ぜひお楽しみください。それではグランブルの聖地巡礼行きましょう。現在僕がいるのは川名海水浴場に隣接した川名イルカ浜公園です。場所はここら辺ですね。で、今回巡礼するグランブルの聖地の場所はね、割と近い場所が多かったんで巡りやすかったです。せっかく海来たんで海の様子でも見ましょうか。はい、一応ダイビングがね明日やる予定です。今日は巡礼します。いや、もうね9月の中旬で夏も終わりですけど、ね、最後の最後でしたね。こういう海がメインの作品の巡礼に来れたのは良かったですね。いや、めちゃくちゃ綺麗ですよね。透明度が高い。服脱いでね飛び込みたかったんですけど、まあね明日もねダイビングするんでね、今回はやめておきました。続いての聖地は先ほどの海岸の横に位置するこちらの道路沿いです。こちらはねアニメ1話の風景描写で登場してきたシーンの場所です。はい、ということでここのね通り沿いもね作中の1話からで出てきた場所なんですよね。で、あそこの建物も出てきてて、で実際はね飲食店になってるそうなんで、ちょっと今からねお昼を食べに行こうと思います。海鮮海鮮。今回お昼ご飯を食べるお店はこちらの天の小屋海上亭です。海鮮がメインの飲食店らしいので海鮮食べましょうか。今回友人2人と来たんですけど、僕はネギトロ丼で友人はこちらのさざ波丼を注文しました。海鮮丼久々に食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。調べたらね、知る人ぞ知る名店だそうなので、ぜひね皆さんも巡礼で訪れたらこちらの天の小屋で海鮮丼食べてみてください。続いて先ほどのお店から離れて別の聖地に向かいます。言うてもね歩いて 2,3 分で到着しました。こちらが1話で伊織が時田先輩たちから逃げてるシーンで登場してきた場所です。船があったり道が少し曲がっていたりとね、アニメと比較しても一致度が高いですよね。近くにある川名区民館が目印です。今ねさっきの道をねそのまままっすぐ来てるんですけど、割と周りはね静かですね。車はちょっと通りますけど比較的静かで、まあ、山もあり海もありという、まあ、なんかのんびり巡礼するにはねおすすめな場所かもしれないですね。続いて訪れたのはこちらの場所。いやー、ここからの海の景色も最高ですね。伊織たちはこんな場所で生活してたんですね。羨ましいな。ということで続いての場所は伊織が下宿していたお店なんですけど、現在はなくなってました。うわー、見たかったな。ちなみに前のお店はね実際にダイビングのお店だったらしいんで、ちょっとね行ってみたかったんですよね。で、さっきまではさっきのあそこのね堤防のところにいました。なんで割とねここまで近いんでね全然来れます。では結構歩いて行ける聖地が多いですね。ちなみにこちらの画角も作中で登場してきましたよね。本当ならあそこにお店が見えたんですけどね。って考えると結構川名の風景をがっつり作中でも使ってたんですね。マジでずっと来たかった聖地の一つだったんで、今回本当に来れてよかったです。はい、ということでね、この1話で登場してきた、まあ、港町の風景描写の、聖地も撮れたんでね、今からは川名駅の方に向かっていきます。川名駅もね作中ちらっとね登場してくる描写があったんで、ちょっと川名駅を撮っていこうと思います。じゃあよいしょ。川名駅に到着しました。伊豆急行、伊豆急行線の駅で、駅の外観が特徴的ですよね。こちらはですねアニメだと合コン会で登場してきましたね。ケバコの友達たちと伊織の友達たちがね合コンしていた回ですね。作中だとねここに公平と今村の顔があって、そこにね川名駅の文字が映ってたと思います。ここもね作中度はちょっと高いですね。駅にはね東急ストアが併設していたり、駐車場もあるんで車で来る方も安心です。はい、皆さんおはようございます。伊東市に来て2日目で、今日はねメインのダイビングをしていこうと思います。じゃあ今から行きましょう。ということで待ちに待ったダイビングやっていきましょう。今回はねサンライズダイビングさんの方でダイビング体験してきました。ダイビングをやる上での基礎知識だったりとか注意点を教えていただいて、いよいよ海の方に潜っていきます。入っていきます。ちなみにね潜る前の場所も作中で登場してきました。この階段がまさしくそうです。それではいざ海の中へ。
あの実際にね機材とか着用するとね結構重たいんですよね。まあ、これはぜひねダイビングを実際に体験してね味わってほしいです。いやー久しぶりだから緊張すんな。楽しみだ。でもやっぱいいっすね。ちょっとね海の景色も楽しみにしてください。はい皆さん海の中はこんな感じでございます。思ってたよりもね結構クリアに見えました。魚もたくさん泳いでいてね、いや海の中に潜ってるんだなってね気分になれました。あの久しぶりだったってこともあってね最初はね呼吸に戸惑いましたが徐々に慣れてきました。ちなみに今回申し込んだ初心者コースはねインストラクターの方が手を引いてくださったので安心して海の中を楽しむことができました。全くねダイビング初めての方だと最初結構戸惑うと思うんですよね。で僕の友人も最初はちょっと呼吸が早くなったりしてね苦労してました。なんでねこういったインストラクターの方がねそばにいてくださるとマジで心強いです。で今回ね僕たちを担当してくださったのがスギちゃんさんという方でいろいろとね教えていただきました。どうやらね運が良かったらウミガメがね見れるそうなんで、今回はね海の中を楽しみつつ、ウミガメをね探していました。ちなみにこちらの大群で群れて泳いでいる青い魚はソラスズメダイという魚だそうです。いや綺麗ですよね。他にもねスギちゃんが海の中でこんな感じのことをしてくれました。こちらバブルリングっていうそうですね。こういうのもねダイビングならではの楽しみ方ですよね。そしてウミガメですが残念ながら今回は見つけることができませんでした。いやーちょっとね見てみたかったんですけどね残念です。まあ、これはねまた来年の夏リベンジするしかないですね。はいということで皆さん今回のグランブル巡礼いかがだったでしょうか。個人的に大好きなグランブルの聖地で巡礼はもちろんダイビングを体験することができたのはめちゃくちゃ最高でした。ぜひ皆さんも静岡県伊東市を訪れた際はダイビングに挑戦してみてください。今回ダイビングを体験させていただいたサンライズダイビングさんの URL を概要欄に貼っておくのでぜひ興味を持ったら皆さんもダイビング体験してみてください。この動画がいいな聖地巡礼の参考になったと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。 See you.